はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで英語の小文字ローマ字の小文字のアキさんですね。はい、銀ちゃん一つね。で、今日発送します。じゃあちょっと、あ、ちっこい。ちっこい。N53?N51 だっけ。はい。まあ大体でかいんですけど、これミニの方って、ミニっていうか、あ、N43 だ。うん。サイン入りバージョンもあったっけ。ディバース。エバースさんだ。はい。サインはなさげですね。はい。まあ多分大きい方が一般的で、N43 はちょっと珍しいかもしれないですね。よいしょ。はい。じゃあこっちの方ね。はい。ちょっと若返ったアレ&銀ちゃんでございます。うん。ちょっと血色が良くなったな。はい、ルースさんスタート。ベースとルーキー分けておきます。はい、食べ物シリーズですね。プエルトリコだ。メキシコの方とかだとちょっとあのビーンズ系のものが多いですよね。ハンドシリアル来ないなぁ。あるのかな。そうそう、あんのかないのかなっていうぐらいがこうアレ&銀ちゃんの面白いところ、ね、あ、レリックでした。はい、ベルさんですね。 MLB ネットワークのね、はい、方ですね。はい、ちょっとパッチっぽいような部分ですね。スクーと言いましたね、モレルさん。これはテキサスですね。黒パラルーキーですね。黒パラも2か3っていう感じ。今日はインアクション出ねえな。昨日は何回か出たんですけど、あれ何だったんだろうな。おほっぴ、お、ジーターミン、うん、リュート。なんでウクレレだったんだろう。よいしょ、いっぱいあんのかな。はい、インデペンデンスホール、これもだいたい封入位置が一緒ですね。ルッキーだ、アルバレス。お、サイン来ました。はい、来ます。せーの。よいしょ！お、リードさんですね。やっぱこ、なんかみんなここ避けて書いてるよね。うん。ね。はい。このロゴ、いいんで、かっこいいんですけどね。うん、なんかそこを気にしちゃってこう書いてるようなイメージになっちゃって。
どうなんでしょうね。デザインが逆にこう、サインを、どうなのか。今日はなんか調子いいな、PB。はい、アンダーソン。比較的サインが出てるような気がしますね。はい、ボージャクさん。大谷さん来ました。で、ラスト。レリックサイン。まあ、PB でも、あ、クワンさん、ルーキーのね、はい、キラキラ。サイン2枚のやつが来た。まあ、ここでサイン、もう1枚来る場合もありますけど。料理シリーズ。ミニがたまにこう入ってるんですね。うん。はい。はい。楽器シリーズは何、いくつあるんですかね、レリックとしては。千賀さん。レイクだ。はい、ハンターグリーンですね。これパックパックカスで、黒パラマーフィンさん。ペリオス残り3パックです。イチローさん。あ、プリンスフィルダーいるのね。ブレイクスネイル。で、ラストです。あ、ウェンバー山さん。はい、名所シリーズとなりました。よいしょ。サイン出ましたね。よかったです。ウェンビーも出ましたね。黒パラ等はちょっと後で入れときますんで。先にちょっとヒットのとこだけ。千賀さん出ましたね。よかった。これもなんか25対1ぐらいって話ですけど、なんか2枚出るのも多いですね。で、大谷さんが、インサート。まあ、見なくはないですけど、まあ、いや、3、4箱1ぐらいかな、という感じです。で、初めに出た MLB ネットワークの方のレリックとなりました。はい。こんな感じですね。うん。はい。サイン出てね。ということで、ボックスローダーは N43 でしたね。はい。じゃあ、こちらで今日発送いたしますので、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。